ベルナーシュラガーは、オーストリアニーダーエースター・ライヒ州、ウィーナーノイシュタット出身の卓球選手。第47回世界卓球選手権、パリ大会男子シングルス優勝者。父親の影響で5歳から卓球を始める。幼い頃は、卓球と共に、サッカーもやっていたが、10代前半から卓球に専念するようになった。オーストリア国内で、ジュニアチャンピオンになった後、 18歳の時にオーストリア代表チームに入る。フルタイムでの練習環境を確保するために軍に所属し、それと共にに ITTF プロツアーなどの国際大会に積極的に参加して実力を高めていった。世界的には無名であったが、20代中盤から頭角を表し世界のトップへと成長を遂げた遅咲きの選手である。 1999年の世界選手権、アイントホーフェン大会男子シングルスでは、遺跡ミツ・ダミアンエロは、ゾランプリモラッツを破り、3位に入賞し、オーストリア選手としては51年ぶりにメダルを獲得した。2003年の世界選手権、パリ大会男子シングルスで優勝し、オーストリアに65年ぶりのタイトルをもたらし、その年のオーストリアの年間最優秀スポーツ選手に、 選ばれ、記念切手まで作られた。コンピュータに詳しく、自分でハードウェアを組み立てるのを趣味としている。1995年から2006年にかけて、オーストリア選手権男子シングルスを12連覇している。2011年の世界選手権ロッテルダム大会を、首の負傷により棄権している。第52回世界選手権パリ大会以降、オーストリア代表から退いていた、シュラガーだったが、 2016年、第53回世界選手権クアラルンプール大会を前にダニエル・ハベソーンが欠場したため、代役として代表に復帰した。全中陣に一取り、癖のある予測しにくいフォームから両ハンドを的確にコースを狙って打ち分ける。先手を取られた時も、ほとんど下がらずに前でリスキーなカウンターを狙い、通常のヨーロッパ選手のように、 中高人で打ち合う展開はあまり見られない。また、サービスの名手としても知られ、一般的な順横回転や YG サービスなどと、多彩かつ強烈なスピンのかかったサービスを操る。ありがとうございます。